原子力損害賠償法に基づく保証がなされるまでの間つなぎ融資が必要になるとして農林水産省に具体策の検討を指示しましたこれを受けて加納農林水産大臣は週明けまでに方針をまとめる考えを示しましたうう、ね、つなぎ融資は出荷制限を受けた農家だけでなく風評被害で販売できなくなった場合も対象になる見通しです